ファーストフォリオから、ヘンリー6世、第3部の表紙の副写、ヘンリー6世、第3部は、ウィリアム・シェイクスピアの主劇で、1590年頃の作と信じられている。イングランド王ヘンリー6世の時代が舞台で、書かれた順番は、はっきりしないが、ヘンリー6世、第1部、ヘンリー6世。 第2部の続編で、シェイクスピアの代表作にして、問題作の、リチャード三世につながる作品である。ヘンリー六世三部作の中では最も優れていて、感動的なドラマを作り上げるシェイクスピアの才能の証拠であると言われている。その中でも、特筆すべきは、以下の場面である。全2作同様、ヘンリー六世第3部は、 ホールやホリンシェッドの年代記といった歴史的文献を元にしているが、ドラマのために事件を殉職、圧縮、変更している。特に後のリチャード3世、グロスター公リチャードは歴史を歪め、劇的に奇怪なマキャベリストとして、歴史上の人物あるいは人間というよりも、歴史のメカニズムの代弁者として描いている。さらにリチャードは、劇の登場人物ならしめるために、 実際の年齢より相当加齢させているが、これはルネサンス期の刺激ではよくあることだった。シェイクスピアがヘンリー6世第3部で主に財源にしたのはラファエル・ホリウン・シェットの年代記で、それが劇にターミナス・アド・クエムを与えた。エドワード・ホールのランカスター・ヨーク・両名家の統一も参考にしたようで、研究者たちは他にも サミュエル・ダニエルのバラ戦争を題材とした詩に、シェイクスピアは通じていたのではと示唆している。シェイクスピアの初期の作品の一つで、1590年頃に書かれた。1595年に、ヨーク校、リチャードの実話悲劇、そして、両王ヘンリー6世の詩として出版された。この時のテキストは1600年と1619年に再版されたがの、 フォールスフォリオに収められたもの、ファーストフォリオとの関連性は研究者たちの間で諸説ある。19世紀には、ヨークーリチャードの実話悲劇はシェイクスピアが、ヘンリー6世、第三部のもとにした作者不明の劇と見る傾向があり、何人かの研究者たちはその作者に、トマス・ロッジやジョージ・ピールのような有名劇作家の名前を挙げさえも、した。 1929年に、ピーター・アーレグザンダーが、このテキストはオリジナルを書き留めたか、記憶を頼りに再現した、悪い四オ折オバウンであると主張して、それが、現代の批評家たちの意見となっている。ヘンリー6世、第3部が1592年の時点で、上演されていたことは、その年にロバート・グリーンが、パンフレット、A。 グロッツ・アワース・オブ・ウィズでこの劇のパロディを書いていることから間違いない。1595年版の表紙にはそれまでに何回か上演されたと書かれている。2016年には第2部と合わせて BBC がテレビ映画シリーズホロー・クラウン、嘆きの王冠の一編として制作した。エドワード4世劇はヨークコ・リチャードとゲン・イングランドをヘンリー6世並びに それぞれの支持者たちの対面で幕を開ける。ウォリック博、リチャード・ネビルの武力行使も意図あぬ脅迫で、ヘンリー六世は、ヨーク公を、王位継承者にすると約束する。その臆病さに失望して、ヘンリー六世は支持者たちからも見放される。王妃マーガレット・オブ・アンジューは、この約束に同意できないと明言し、若きクリフォード卿たち、息子である皇太子、 エドワードの助力を得て、ヨークヤ軍に宣戦復告する。ウェイクフィールドの戦いで、ヨークヤ軍は敗れる。クリフォード卿が、ヨーク校の幼い息子ラットランド博を殺害する、下りは、シェイクスピアの作品の中でも血生臭く、胸が引き裂かれるような場面の一つである。さらに、マーガレットとクリフォード卿は、ヨーク校を愚弄した上に殺害する。 ウォリック・ハクト・ヨーク公の長男エドワードらは、タウトンの戦いで、マーガレットの軍に報復し、クリフォード卿は戦死する。戦いの後、エドワードは、王エドワード4世を宣言し、ジョージをクラレンス公、リチャードをグロスター公にする。リチャードは、シェイクスピア劇の有名な悪役の一人で、その兆候を伺わせるが、実際にはこの戦いの当時、 まだ10歳にもなっていなかった。ウォリック博は、フランス王の妹をエドワード4世の日にもらおうと、フランス王宮に行く。そこには、マーガレットと、皇太子エドワードがいて、フランスに援軍を頼んでいるところだった。しかし、エドワードが、レディグレーと結婚したと聞かされて、ウォリック博はエドワード4世を見限って、マーガレットと和解し、娘を、 皇太子エドワードに嫁がせることにも同意する。ウォリック博のもう一人の娘は、仲間になったクラレンス公に嫁がせることにする。ウォリック博たちの信仰は成功し、エドワード4世を捕虜とするが、すぐに、弟リチャードと忠実なヘースティングス教により救出される。ヘンリー6世は再び王に福位し、ウォリック博とクラレンス公を摂政に任命する。 そこにエドワード4世逃亡の知らせが届き、ジョン・オブ・ゴーンとの子孫で、ランカスター家の相続人たり得る、若きリッチモンド博は、身の安全のため、フランスに船で亡命する。バーネットの戦いでエドワード4世は、ウォリック博を打ちまかし、ウォリック博は戦死する。続くデュークスベリーの戦いでは、エドワード4世は、皇太子エドワードを殺害し、王妃マーガレットを捕虜とする。 密かに王の座を狙うグロスター公リチャードは、その手始めに、ロンドン島に遊兵されていたヘンリー6世を暗殺する。この時、ヘンリー6世は、リチャードの極悪非道な生涯と未来の汚名を予言する。劇は、ヨーク家の輝かしい勝利で終わる。エドワード4世には、息子も生まれる。ランカスター家の者は殺されるか追放するかする。 リチャードだけがまだ続きがあることを知っている。ジョン・ディ・コックス・エリック・ラス・ムッセン・キング、ヘンリー・シックス・パート 3P149、F.E. ハルイデー、A. シェイクスピア・コンパニオン1564から1964、ボルティモア、ペンギン、1964P504。ありがとうございます。